どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日ちょっとお知らせなんですけど、いつもガズレレ YouTube などで使用しているこのガズのウクレレたち、はい、これ G ラボというチームでですね、製造販売プロデュースしているプラマ、G ラボというチームでやってるんですけれども、この度この G ラボチームがですね、イベントですね、ポップアップショップみたいな感じで、出展することが決定したというお知らせをちょっとさせていただきたいと思います。ちょっと間違えちゃいけないんで読みながらですけど、7月2022年の7月16日、17日にかけて横浜ウクレレピクニック in 横浜というイベントに、ブース出展が決まりましたということでお知らせしたいと思います。あらゆるモデルをね、実際に触って試し弾きして、弾き比べていくことができると。で、あと、もちろん、気に入ればご購入も可能でございます。触ったことないな、どんなウクレレなんだろうと気になる方、ぜひね、横浜のね、大桟橋というところで、行われます。ウクレレピクニックというイベント、ぜひ、いかがでしょうかということで。ちょっと一応、今、見ながら言いますね。9時半から、朝の9時半から、夜の7時までやっているそうでございますね。最終日は夕方6時半までだそうです。こちらのイベントで入場無料だそうです。はい。そしてですね、場所はですね、ちょっとここに貼っておきます。入り口入ってすぐ近所のところらしいので、ちょっと探していただければと思います。出展するウクレレは、もちろんこのガズモデル。これがね、やっぱ G ラボでは一番フラッグシップモデルですね。あとはヴィンテージモデルとか、ガズのわがままウクレレ、シリーズ、薄レレだとか、初めてウクレレ、今回で、新たにリリースした、コンサートサイズの、初めてウクレレなども、まあ一応フルラインナップ。あとセミオーダー。普段皆さんもお目になかなかかかれないようなセミオーダーのですね、こんなようなのセミオーダーがあるよみたいなものをご覧いただけるということで、用意しております。はい、今日はですね、そのね、ウクレレピクニックに G ラボのブースが出展されますというお知らせでした。このイベントの詳細はですね、このリンクに、まとまっておりますので、ちょっと今一度ここのリンク、もちろん概要欄にも URL 貼っておきますけど、ご確認いただければというふうに思います。そしてですね、ガズはそこにいるのかという話になると思うんですけど、ちょっとフラーっと遊びに行こうかなというふうに思っておりますので、その会場でまあもしお会いできたらですね、よろしくということでございます。はい。で、もう一個、やっぱり今引き続き、ずっとお伝えしているように、このガズレレのね、2年ぶりのイベント、初めてのライブハウスツアーですね。これ、8月18日仙台、9月2日名古屋、9月9日東京吉祥寺、10月21日大阪、11月5日の横浜です。皆さん予約いただいている方、どうも大変ありがとうございます。吉祥寺の GB というライブハウスから連絡が来ましてですね、結構もうあとチケットが残り少ないですということだったので、ちょっと一応迷ってる方、今一度ですね、ちょっとお早めの方がいいかななんて思うんですけれども、はい、他の会場も続々とご予約いただいてます。皆さん本当にどうもありがとうございます。もうガズもすげえ楽しみにしてるんで、ぜひともこの5箇所のイベント、チェックしといてくださいね。はい。この辺の話はですね、概要欄のリンク、概要欄にもリンクあるし、ここにもやっぱりリンク貼っときますんで、ご確認ください。もう本当にね、もう夏に向けてもうこれウクレレだぞってことで、今度ね、7月13日にもこの紫色の方が出ることですしね、楽しくいきましょう。やっぱりなんだかんだ言って、太陽の下で汗かいてね、ウクレレ弾くの最高ですから。はい、そういうわけで今日はですね、ガズレレの最新情報ニュースをお届けしました。はい、皆さんタイミング合わせてどちらかに、お越しいただければというふうに思います。さよなら、バイバイ。